新築州、新築州庁、新築州庁、正面前景新築州庁は、台湾新築市北区にある国定戸籍の一つで、かつて新築州庁舎として使われた、現新築市政府庁舎の建築物。大正9年、新築庁が廃止され、新築州が発足し、その後急速な発展を遂げたため、新庁時代のものを使っていた庁舎が手狭となり、大正14年に着工された。 二階建ての強化レンガによる西洋建築で土台と横領にはコンクリートが使われている。屋根部分は木造区体に黒瓦を吹いたバイオを折衷型に仕上がった。翌大正15年12月4日に主要工程が完成し、集調者としての利用が始まる。翌昭和2年11月27日に落成式典が開催された。昭和7年には、 入り口部分が拡張された。第二次世界大戦中の1944年10月に空襲を受けて一部が損壊したが、すぐに修復されている。1945年12月30日、国民政府統治下で新築州は、台湾省新築県となり、九州庁を県政府庁舎として接収。百四十六年一月十八日、州活の新築市は、 昇格市となり、県政府は当園に、昇格市の新築市政府が九州庁を庁舎とする。1950年10月25日、新築市が県活市になり、再度県政府庁舎として使われる。1982年7月1日、新築市が昇格市に再昇格。1989年7月、新築県政府が竹北市に移転、九州庁は、 新築市政府庁舎として使われることになり、現在に至る。1998年6月22日、国定戸籍指定広告。2000年より、史跡保護事業が開始され、2005年に完了。修復を終えた現在では、保存状態が良好な観光庁建築である。また台湾で重要かつ希少な戸籍の一つ。ありがとうございます。